ローラン・マリー・ジョセフ・アンベールは19世紀前半に中国及び朝鮮で布教したパリ外国宣教会のカトリック聖職者。朝鮮で秘密裏に布教している時に逮捕され、殉教した。祝日は9月20日。アンベールはフランスのマリニアーヌで生まれた。彼は1818 18年にパリ外国宣教会の神学校で学んだ。 1819年12月18日に主催に除海され、1820年に中国へ宣教師として派遣された。1821年4月から1822年1月まで、マラヤのペナンにある大宮学校で教鞭を取った。1821年、シャムシトザ代理のエスプリ・マリー・ジョセフ・フロランは、彼にシンガポールを訪れるように要求した。 死去はシンガポールに電動所を開こうと考えていたが、そのことに緊急性があるか、あるいは島の状況がどうなっているかについて、はっきりしなかったため、アンベールが状況の調査に行った。同年12月11日にシンガポールに達し、そこで一週間ほど過ごした。アンベールはシンガポールで最初にミサを捧げた司祭である可能性がある。1822年、彼は、 マカオに向けて出港したが、直接そこに行くことができず、彼はフランス領インドシナのトンキンで2年間を過ごした。中国では彼は四川省で12年間滞在し、公教圏に神学校を設立した。シンガポールの前期、羊飼い大聖堂にあるローラン・マリー・ジョセフ・アンベールの生遺物1836年4月26日に彼は、 朝鮮の首都座代理及びカプサの名義司教に指名された。1837年5月14日、彼はカプサの名義司教に性別され、同年に中国の満州から密かに朝鮮に渡った。この間、朝鮮ではキリスト教迫害の最中にあった。1839年8月10日、密かに布教活動をしていたアンベール司教は裏切りにあった。 逮捕されて殺されるのが時間の問題であることを悟ると、彼はミサを捧げ、待っていた人に自ら投稿した。彼はソウルに連れて行かれ、外国人宣教師の所在を明らかにするための拷問を受けた。全外国人宣教師が隠れ家から出てきた場合、彼の回収者が助かることを信じ、彼は仲間の宣教師のピエール・フィリベール、 モーバン神父とジャック・オーノレシャスタン神父にメモを書いて、同様に朝鮮当局に降伏することを求めた。彼ら3人は一緒に投獄された。彼らは尋問者の前に連行され、回収者の名前とその所在を明らかにする、よう3日間の尋問を受けた。拷問にも屈しなかったので、彼らは別の牢獄に送られ、朝鮮のセナムトで1839年9月21日に、 残首された。彼らの遺体は数日間晒されて最終的にのモさんに埋葬された。3人の殉教者は1925年に列服された朝鮮79人殉教者の中に入っており、1984年5月6日にソウルで教皇ヨハネ・パウロ2世によって劣勢された103人殉教者の中に含まれていた。ありがとうございます。